ガルフピッケンは、ノルウェー、スカンディナビア山脈にある山で、ノルウェー及び北ヨーロッパの最高峰である。標高は2469メートル。ヨートゥン背面山地にあり、オップラン県のロムにある。ガルフピッケンという名の由来は、ゴワルド法3のピガン、頂きである。さらに、ゴワルド法の由来は、ゴワルド、急な参道、H、丸い山に分けられる。 ガルフビッケンは、ノルウェー南部の多くの山がそうであるように、カレドニア造山運動によるものである。山頂は、半ン岩からなり、硬いが、目の粗い岩石である。これは、多くのヨートゥンハイム山地で見られる。氷期の間に、大量の氷河が存在して、今の形を作った。長年にわたり、ノルウェーではこの山が、最高峰であることは知られていなかった。 ドーブレ山地にあるスノーヘッタ山の方が有名であったからである。1844年に地質学者、登山家のバルタザール・マディアス・カイルハウが2回登頂を試みたが、いずれも失敗した。ガルフピーク圏のすぐ近くにある標高2355メートルのピークまでは到達できたが悪天候のために引き返さざるを得なくなった。後にこのピークはカイルハウストップと名付けられた。 1850年に、農夫主体のあるスールハイム、地元の学校教諭のアルネセン、教会歌手のフラーテンの3名が、ロムから登頂に成功した。山頂に至る最も一般的なルートは、標高1841メートルのユーバス小屋から、スティジブリン氷河を横切るルートである。ユーバス小屋からは上りに3時間、山頂で1時間ほど過ごし、下りに2時間程度を要する。また、 スピーテシュトゥーレンから登る場合は1300メートルに及ぶ急登があるが、技術的には容易で、氷河を越えなくて良いルートである。7月後半から8月にかけての天気の良い日には多くの登山者が訪れる。ありがとうございます。